奇世界人形の一種奇世界人形とは、女児の奇世界遊びに共する目的で作られた人形である。大きく分けて平面のものと立体的なものがある。また、コンピュータープログラムやフラッシュムービーなどソフトウェアを利用した疑似的な奇世界遊びを行えるものも存在する。奇世界人形がいつ頃から作られているのか、詳細は判明していない。 万博などで資料として存在する18世紀後半にイギリスで作られた流行の衣装を着せられた木製の人形がファッションドールの原型と考えられている。しかし、それは子供の遊び道具というよりは現在で言うマネキンに近いものだった。その後、ドイツでレディドールと呼ばれる流行の衣装を身にまとった陶器製の人形が作られたが、これも 流行のファッションを大人に紹介するためのマネキンとしての意味合いが強かった。19世紀半ばに入り、ファッション雑誌の台頭から、レディドールの存在意義が薄れると、ベベタイプと呼ばれる子供向けのビスクドールが制作されたが、遊び道具として使用するには壊れやすく効果だった。20世紀入り、アメリカでコンポジションドールと呼ばれる合成素材の人形やセルロイド製の人形、 カードプラスチック製の人形が開発され、着せ替え人形は大量生産、大量消費の時代に入った。しかし、この時代の着せ替え人形は、着せ替え遊びは行えるものの、おままごと用の抱き人形としての色彩が濃かった。そのため、子供の遊び道具としての着せ替え人形は、バービーの登場を待たなければならなかった。日本においては、衣服を着せて遊ぶ。 わらべの形をした人形が江戸時代初期からあり、ひな祭りなどの祭礼の儀式で用いた。明治時代中期には、練り製人形に着物一式が付属したホームという人形セットが現れ、少女たちの間に普及した。紙で作られた平面的な着せ替え人形は、紙人形やペーパードールとも呼ばれる。平面的に描かれた人形と衣服とを重ねて遊ぶ。 布地やポスターの前面に印刷されたものや、本の各ページに人形と衣服が印刷されたものなどがあり、雑誌のおまけとしてついてくる場合もある。好みの人形と衣装を切り抜いて遊ぶようにできていることが多い。モノクロ印刷のものは塗り遊びにも使用できる。強度は皆無に等しく、遊ぶ際には裏からセロファンテープで補強するなどの工夫が必要となる。 人形のポーズを変更することができないため、人形は腕を隠すようなポーズをとっていることが多く、衣装側に様々なポーズをとった手足が描かれている。ポーズや縮尺の関係から同じシリーズの着せ替え人形であっても互換性はない。明治時代末期から大正時代にかけて紙人形に彩色した厚紙の衣装を着せた切り抜き式の人形が流通した。 1970年代に発売されたものは有名な少女漫画家や塗り絵作家が絵を担当していたものがありコレクタブルアイテムとなっている。1990年代後半にハードプラスチック製の人形にハードプラスチックで作られた衣装を重ねて遊ぶタイプの奇世界人形が発売された。海外では美術書のドーバー出版社がドーバーペーパードールズのシリーズ名で様々なテーマの 紙製着せ替え人形を出版し、2015年、現在もコンスタントに審査。ソフトビニール製の着せ替え人形は、ファッションドールや1、6ドールとも呼ばれる。人形本体と共に、着せ替えに使用する衣服が、必ず付属、もしくは別売りされている。大きさは22センチメートルから28センチメートルが、多く、プロポーションの違いを気にしなければ、身幅と袖丈が一致すれば、 他社製の奇世界人形用の衣装を流用することができる。抱き人形とは違い、人形の年齢はティーンエイジャーに設定され、アイドルやモデルといった女児に人気のある職業につき、流行の衣装をまとっているなど、ファッション性を重視した作りとなっている。また、ブライスやモモコのように、大人のコレクターを対象とした人形も存在する。人形の衣装用の型紙を収録した雑誌が、 売られており衣装を自分でで作るることもできる人形サイズの家具や、1、6ドール対応を歌った食玩が多数存在し、ドールハウスやジオラマのような遊び方もできる。カスタマイズドールのスカラダとして使用されることもあり、カスタム方法を解説した雑誌なども存在する。着せ替え人形は、その人気の高さから女児に与える影響力が強いとされ、米国では人種差別や、 性差別の観点から批判を浴びることが多い。2003年に発売されたピンキーストリートは頭髪や衣服まで樹脂製ではあるが、髪型、顔つき、衣服、手足など豊富なパーツも次々に発売されており、広い意味では着せ替え人形と言える。ありがとうございます。